相良サンビーチは、静岡県牧野原市相良から波津にかけての駿河湾に面した遠浅の海岸である。背後に、暴風林として黒松の並木が植林されており、砂浜は幅が広く、砂の木目が細かい。文字通り、白車青少の海岸で、毎年7月から8月にかけて、県内外から多くの海水浴客が訪れる。相良は、海の幸。 山の幸にも恵まれているが、交通の便が、透明高速道路及び、国道150号など自動車に限られる。このため自動車での所要時間は、首都圏からよりも中京圏からの方が近く、首都圏在住者への知名度は、あまり高くない。しかし、近年より1日4本の高速バス下良渋谷線の運行が開始された。宿泊施設は、 静岡鉄道系のリゾートホテルが1984年に営業を開始しているが、それ以外には民宿とペンションのみで道の駅やレジャー施設などもなく、地区全体としては観光客の受け入れにあまり積極的でないと見られることもある。前述のリゾートホテルが営業を開始した前後の1985年夏。 地元の観光協会と地元民放テレビ局の静岡第一テレビが当年限定の企画として当地に巨大なビーチサイドテラスをオープンさせた。しかし当年の台風5号により一部が流出するなどのアクシデントにも見舞われた。ありがとうございます。